はい、で続けてまだまだ生放送ちょっと緊張しているところなんですが、通信がちょっと不安定なのかな。でまあ続きのですね、ニコレックス、ニコレックスなんですが、まあ、ちょっとですね古い資料をパタパタなんて、見ていたところですね、ニコレックスの今ここのニコレックスはですね、ニコレックス352型ってよく言われているやつで、シャッターがシズンから、遂行だったかな、成功者ですねになってるタイプなんですが、その前の初代の、35のですね、カタログが出てきましたので、ちょっとですね、カタログっつったってこんな1枚のチラシなんですが、なんかこう、女性がカメラをきちっとこう構えているような、柄のやつなんですけど、まあ、これですねちょっとまあ見てみますと、なかなか面白いのがですね、この、なんて言うんでしょう。ニコレックスの、特徴が、書いてあるんですけども、このですね、ニコレックス35の、まあ、機構と性能っていうようなところでですね、ポロミラーシステム、フレネルレンズとコンデンサーレンズによる明るい視野、スプリットイメージ式、まあ普通のスクリーンなんですけども、まあポロミラーシステム。それから露出系はまあ内蔵、シャッターと絞りに完全連動、視神はファインダー内でも、ボディ上部でも窓で見えると。ここにあったやつですよね。だから、この、レンズ側から伸びているこの、線、茶色と青っていうのがですね、レンズ側から入ってきてるんですけども、当然一つは、あれ？違うか。当然一つはシンクロって今言おうと思ったんだけど、あ、そうですね、やっぱり。だから、あ、黒がシンクロ。あれ、もうだんだん怪しくなってきたよ。いや、青。あ、そうですね、黒がシンクロだ。だから、赤が、茶色だったよな。そうですね。青。黒。黒がシンクロか。いや、これちょっとデジカメの写真だったかな、失敗だったかな。ですから、この茶色の系統が、セレンとメーターと茶色になってますから、セレンから来た赤黒の、こいつはまあアースですよね。ボディアース取ってますから、だからこいつのところに、黒が割り込んでる形になってるので、ですから絞りとシャッターの、両方にきっとなんかこいつに電気的に変える、まあ、おそらく抵抗でしょうから、こう、滑っていくようなですね、抵抗が、各々についているという、それで絞りとシャッタースピードが、完全に連動するよと、いうことなんだろうと思います。まあだからちょっと分解前に要注意かなと。まああとはですね、フィルム巻き上げレバーが、フィルム巻き上げによるミラーの自動復元。だからあのハッセルのスタイルですよね。バシャコンって切ったらミラーは上がりっぱなしで、フィルムを巻き上げるときにガチャガチャガチャっと、ミラーが戻ってくると。
いうことで、裏蓋を開けるとフィルムコマースが S に戻るっていうぐらいな、まあオーソドックスな、なんですけども、ニコレック35の2大ポイント、世界のエースニコルレンズを使用、これは、4枚構成ってどっかに書いてなかったかな。ああ、そうですね。ニッコール 50mm2.5、3群4枚構成。鉄さん型ですね。それの、まあ、ニッコール。これが、まあ、折り紙付きだと。いうのと、まあ、世界で初めてニコンボロミラーシステムを採用。まあ、やはりちょっと欠点としては暗くなるっていうのがあるんでしょうけど、接眼窓が中央でないためカメラを保持したままでフィルム巻き上げが楽にできますって書いてあります。これだって F はレンズの真上なんだから、なんか自分で自分を否定しちゃってるような、コメントなんですけども、まあ、真ん中で覗くよりも端っこで覗く方が、まあ、やっぱりライカなんかを頂点とするですね、まあ、当時はやっぱり一眼レフよりも距離計の方が高級だとされている時代でしょうから、まあ、真ん中で覗くのはちょっと安物のイメージがあるみたいなことを、ちょっと、避けたかった。まあ、それを、すっとぼけて広告に入れたのかもしれないんですが、まあ、そういった文句も、ここら辺に書いてあります。まあ、ニコレックスのアクセサリーとしては、まあ、広角望遠のコンバージョンレンズがあったと。まあ、あと、拙者のクローズアップレンズですよね。その辺もあったみたいな、ことが書いてありますので、まあ、この当時のカタログとですね、まあ、見比べながら、これはまあ、少し改良されてると思うんですけど、多分、クイックリターンは実現してないと思うので、ちょっとその辺、注意しながら、分解かなと、思うんですけども、まあ、とにかくですね、ファインダーはバラしました。で、あとですね、ちょっと今日、世界堂っていうところに行ってたらですね、このビニールテープの世界堂って、もむろにシールが貼られちゃってるんですが、普通のビニールテープよりもですね、3倍はいかないかな、倍ぐらい太い。ここにこう、ビニールテープがいっぱい貼ってあってですね、まあ、こういうような感じなんですけど、このビニールテープならではのこのネトネト感がですね、やっぱりないと、結局このホコリがスクリーンの入ってスクリーンに落ちると、もろ見えちゃうので、みっともないっていうので、こう、なんて言うんでしょう。だから粘着力はそんな強くなくてもいいから、ゴミよけしたいっていう、で、ビニールテープが使われてるみたいなんですが、まあもちろん、当時のビニールテープなんですけど、それでなんかビニールテープっていいの、他に変わるものとか、あるいはそのビニールテープでいいのかなとかってちょっと、文房具リバーを見てたところですね、こういうこう、あれ。ヤマトビニールテープっていうんですかね。で、これの、だから、普通のテープの幅の倍ぐらいあるですね。だからこれだと、ほら、カバーできるじゃないですか。っていうのがあって、おーと思ってですね、ちょっと、買ってみたんですけど、まあ多分何の変哲もないビニールテープだと思うんですが、まあこんな素材探しをするのも楽しいよね、っていうだけの話なんですけどね。あんまり僕ね、これ見たことなかったなと思って。ほら、太いですよね、この。で、ここの、なんていうの。この、こういう、この、ネトンっていう、ビニール感がですね、ちょっとこう、こういったところに、欲しいなと、思ったので、これなかなかですね、僕別にこの、
ヤマト株式会社の回し物じゃないんですけど、こういうちょっとぶっといのこれ、黒ありましたので、もう黒ありゃ、他の色いらないぐらいな感じなんでですね、ちょっと、面白いなと、思いました。ということで、まあ、これはこれでいいんですが、だからこの、あれですね、少なくともこの、あれ、もうこんな時間に、さっきちょっと録画撮り直したんで、失敗してしまいましたが、せめてこの皮を外して前を、ボコンぐらいは行きたいんですが、できればこの皮は再利用したい。剥がれかってるところがあればなぁ。あ、ここからいけそうかな。ちょっと剥がれてる。ちょっともう皮が硬くなっちゃっててダメかな。コリコリって剥がれそうな印象もあるんですけどね。ダメかな。入んねえな。上がこう伸びないように。レンズ側からだけ剥げば OK だと思うんですけど、あ、だからこっちをレンズ、あれ、もしかして関係ない？え？ここに見えて。
完全に剥がしきらなければ位置関係はずれないんですけど、まあ、当然伸びるわけで、ここの2箇所でいけるかな。全体は緩いのにここだけはきついですね。あ、なんだ？ん？タイムマシンがバックアップなんだこれ。ちょっと変な、切れてないですかね放送。なんだなんだ。ちょっと Mac の調子がいまいちなのか。回線が悪いのか。タイムマシンがオンになってんだな。なんでそんなことが起こって。単純に前外せば、あ、やっぱこっち側が剥がれてるんで、こっから攻めていくのが正解だな。これぐらいのり弱いぐらいでいいんですよね。あんまガチガチに詰めると。うん、かな、まだかな。これね、あんまり別に、接着剤がし、これ別に、ニコレックスだからどうのっていうことじゃないんですが、ちょっとまあ、外側から入れたので、同じかな？あ、同じだな。そうすると、4箇所？よいしょ。4箇所外すと、お。うん、おお。巻き上がってたんだ。で、配線はこの穴から穴から
出てこいよ、こら。青と黒、まず抜いてみる。これ出てこないか。あ、出てきた。で、茶色抜くと。こうですね。ああ、だから、ま、ここで、次二重巻き上げはできない。シャッターが切れるとロックが外れて、ここの部分は、なんか問題なさそうですね。なんでミラー側が立派になってんの？このモルトもすごいけど。あ、なんだ？あ、遮光板が。シャッターが、あ、2本出てて、シャッター側から、シャッターチャージすると一緒に多分これが送られて、ミラーが降りてきて、で、シャッターが切れる直前にこれを多分、リリースして、そしたら、シャッターがパシャッと切れるというような、なんか、シャッター側から常に、送られてるんでしょうね。これはきっと。うん。で、こう走ると、下側からこいつが弾け飛んできて、ミラーが上がったよっていう信号を送るのかもしれないです。まあちょっとこの辺ですね、メカニズムを少し来週までに研究して、まあ、あとこれ清掃だな、これ。でも、この部分に関しては、あ、ここもモルトが、ボロボロになってますが、だからあんまりこう、なんかが、アイレスみたいにこう、もう品曲がっちゃったか、部品が折れたとかって言って、ハングしちゃってる感じじゃなさそう。動きなんかね、決して悪くないんで、ちょっとその辺をですね、謎解きに入りたいと思いますが、なんせ汚ねえや、これ。モルトが飛び散っちゃって。シャッターが、途中で止まっちゃってますから、まあこれは油、これはヘリコイドは、ああ怖い、重い。まあこの辺をですね、ちょっと次、今日はあんまり何もすみませんでしたが、ちょっと川灰で前通って、あれ、うちのモニターが止まってるけど、これ大丈夫なのかな。ちょっと今日ユーストの放送が、ちょっとメタメタ感があるので、ちょっと不安なんですが、まあ、ちょっと歩くはもうあれで、山を越えたと見て、まあちょっとですね、ニコレックス、もう少し、研究してみたいと思います。ちょっとなんか尻滅裂で、あまりすみませんでしたが、今日もどうもいろいろありがとうございました。